んにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物を着始めた方、さあ名古屋帯を結びましょうという方が一番最初につまずく場所、どこだと思いますか？実はね、帯を体に巻きつけるところ。その最初の構えのところあたりから結構皆さん、あれっていう風になるんですね。本日はなかなかいつもさらって通してしまう帯を最初に体に巻きつける、その最初のところを徹底的に解説をしていきたいと思います。着物始められた初心者の方ばかりではなくて、いつもなんとなくもう慣れているところ、慣れている方という方もね、ぜひ、基本の木になるので、ぜひしっかりご覧いただければなと思います。では早速帯を巻くところ、しっかり丁寧に解説をしていきたいと思います。さて、まずね、帯を巻くとき、名古屋帯を結ぶときに必要なものがね、7点あるので、今日はそこから復習していきましょう。帯板、それから名古屋帯、和装クリップ2個、それから腰紐、帯締め、もう今セットされてますけど、帯枕、帯揚げのこの7点になります。まずね、忘れずにご用意ください。続きまして、和装クリップ2個を両トップバストにつけていきます。この時、帯板をね、しっかり挟むようにしてください。両トップバストのあたりにつけてあげます。帯はもうね、私これ、八寸名古屋帯の開き仕立てというものなんですけれども、お腹に巻くところがもう半分に折っている状態。それから九寸名古屋帯って言っても、最初からこうお腹のところが半分になっている仕立ての帯のことを名古屋仕立てっていうふうに言うんですけれども、もう私が自分で折りましたけれども、最初からこういうふうになっている帯もあります。さて、ご自身の前に鏡があるという方がね、ほとんどだと思うんですけれども、この帯をね、一回床に置きます。床に置く場所はご自身の右前に置いてください。そしてお道具というのは、取りやすい皆さんの右前の床とかじゃなくて、何か台とか、それから椅子のね、背に引っ掛けるとか、こうなんかあまり動かなくてもいい場所に置いていただければなって思います。まずは右前に帯を置きますね。帯を置いた時に、最初の手の部分をこうやって持ちます。帯は右前に置いてある手先、一番最初に持つところですね、まあ、今右手に持っているということになります。私の帯の巻き方っていうのは、名前を覚えなくてもいいんです。2種類あるのねということをね、覚えていただきたいんですが、私は関東巻きというね、巻く方向になります。関西巻きというのはね、逆巻きになるんですけれども、私が行っているのは関東巻きということになります。関東巻きの場合、帯を最初、結びますっていうのに構えるときに、右脇から背中を通って、左手に手先を持たせてあげるというのが関東巻きの最初の構えのポーズになります。それでは行きましょうか。右脇から帯を背中を通す。その時に、私の帯っていうのは自分でこうやって半分に曲げた帯なので分かりやすいんですけれども、ポケットができるような形状、状態にしていただきたいです。つまり帯を半分に折ったところが下に来るようにする。で、私の場合はすごくね、半分に折った折り目、輪っかがね、見れば分かるので分かりやすいんですが、九寸名古屋帯の場合はこの辺りも全部かがっているので、見た時に、こうやって見た時に、あ、ここかがられてるな、ここ輪っかだなっていうのを確認していただいて、とにかく輪っかが下に来るように、帯を持ってください。で、右手から帯を左手に後ろを通って渡してあげる。で、この背中の部分が曲がらないように、折れないように。繰り返し申し上げますけれども、最初の構えというのは、帯が右側から左を通る。そして、背中を通ります。で、輪っかの部分、折り目が下に来る。これさえできていれば、最初の、この、はい、巻きます。というね、構えのポーズが取れるわけです。この構えのポーズがわからないと、帯ってもう絶対巻けないので、この構えのポーズをね、ぜひ覚えていただければなって思います。はい、では続きまして、ここまで来たらあとはね、巻くだけなんで巻いていきましょう。このね、左の今帯を持っているこちらが手。
右手に持っているのがタレというふうに言います。もうこれは公式みたいなものなので、もうしっかり覚えてくださいね。手の長さは膝下からふくらはぎ中心ぐらい、まあ、帯の長さにもよりますし体型にもよりますけれども、そのくらい取っていただきます。さて、帯をね、体に巻きつけるときというのは、緩みなくね、巻きつけていきたいので、今結構ね、背中に圧を感じている状態ですね。右肘でしっかりここ、脇を押さえる。ここは、扇子とかで言うと要、そこが外れてしまったらもう全然ダメになってしまうという場所になります。ここしっかり押さえてあげますよ。右肘にかけて。帯をこうやって体に巻きつけていきます。もうこの辺りからは今まで散々たくさん動画でねご紹介している部分ではありますけれども、ここね右脇のところポッケを作って、で今右手ね、右手の腕を使いながら体の前にあの帯をね持っていってあげます。で右肘が浮いたなと思ったら帯をここね上持ってあげます。手が邪魔だなと思ったら右のトップバストまで真横に帯を引っ張ってあげる。上じゃなくて横ですね。では帯をしごいていきましょう。この辺りからはね結構いつも行っているところですけどね、親指が帯板と帯の間、親指の爪が帯板のツルツルに当たってます。人差し指は今の帯の内側と外側の帯の間、内側しごいていきましょう。もうここまで来たら実は結構もう大丈夫な感じじゃないかなって思います。この構えるところから最初の一巻き目までができたら結構ね、あとはスムーズにねいくんじゃないかなって思うんですよね。はい、もう一度しごきします。親指、人差し指、中指。割とここまでの部分って割とサラサラサラってねご紹介してしまったりする部分ではあると思うんですけれども、その、まあ、構えるところまでが実はすごくね大事だったりするんです。あ、このあたり今日のお話のところではないのでちょっとサラサラと進みますね。あの様々なんでしょう、お伝えする側としてこうお太鼓を作るところとかっていうのはかなりね丁寧に解説をしているので、それはまあ別な動画とかでねご確認いただければなって思います。今日とにかくお伝えしたかったのは、一番実はねお伝えしたかったのは帯を結びますよっていう前の構えるところですよね。そこが実はリアルなお稽古をしていた時かなり悩まれる方が多いなっていうふうに思っていました。まあ動画とかっていうのはその枕を入れ方とか帯山がまっすぐなるとかそういったねポイントに絞った解説が多いんですけれども、最初の構えのところをねかなり詳しく解説した動画っていうのは多分今まであまりお作りしたことがなかったかなっていうふうに思ったので、今日はねそういったところを中心にお伝えをしております。はい、ではね上に持ち上げていきます。よいしょ、お太鼓ね、お太鼓作ってちょっと弾いてみる。ご自身の体にとってこのお太鼓が形がどうなのか、大きいのかちっちゃいのか、あのふわっとさせたいのかっていうのをねちょっと俯瞰の目線で、引いた目線で見ていただくとよろしいんじゃないかなって思います。よいしょ、ではもうサクサクね進んでいきますね。はい、で帯締めで留めていきます。帯締めをね入れる場所はこの手のねちょうど半分ぐらいの高さ、左右ね入れてあげるといいです。あんまりね上すぎてもダメだし下すぎても良くないので、だいたい真ん中ぐらいの高さがいいですって言いながら、ちょっと下気味だったので上に移動させ、あ、良くなりました。はい、では仮紐を外していきます。通常ね、プライベートで帯を結ぶときには、この段階で仮紐をもう畳むんですけれども、今日はね、こうちょっと一旦置いておきたいと思います。はい、帯回していきましょう。たもとを上げて、足踏ん張って、この右脇のところ、帯の山に乗せます。よいしょ。体幹ぶらさない。はい、OK です。はい、だいたい帯ね体の真ん中に来たっぽいですね。大丈夫そうです。はい、では帯揚げと帯枕結んでいきましょう。まあ、帯揚げの結び方とか帯枕の結び方っていうのはあの週刊ライブレッスンとかでも取り上げているので、ぜひねそこで詳しくご覧いただければなって思います。はい、で帯揚げね仮で結びます。よいしょ。
本当に急いでる時は仮で結ぶのもちょっとね割愛しちゃったりしますけれども、今日はね行っていきますね。この仮で入れておくと胸元空間ができて、着物着てる時にねご飯いっぱい食べても苦しくないので、このね空間を取る、空間を作っていく、この仮で結ぶ、ぜひ行っていただければなって思います。よいしょ。今日のねこの帯締めはすごくこの画像では分かりにくい、映像では分かりにくいと思うんですけど、ちょっとだけレモンの色がね入ってるんですよね。なのでついこの着物を着るときにはこの帯締めが手に取ってしまうことが多いです。なんとなくこうリンク、着姿としてすごくリンクするなーというふうに思うので、はい、では帯揚げを畳んでいきましょう。まあ、いつもやってるよっていうね部分かもしれません、帯の最初の巻き方とか構え方っていうのは。でも時々こうやって基本をねちょっと確認していただいたりすると、あ、そうだった、このためにやってるんだったなみたいなことがご理解いただけると、よりこうなんて言うんでしょうね、手順の復習にもなるし、何を大事にするのかっていうのが分かれば、ここ手抜いていい場所とか、あ、ここは手あんまり抜かない方がいい場所みたいなことが分かっていきますよね。時々やっぱりもう慣れている方もぜひ基本に時々立ち返っていただいて、あ、ここはこのためにやってるんだなみたいなことをご理解いただくと、よりね効率よく着物を着ていけると思います。今日はね巻き方みたいなところに特化してお伝えさせていただきました。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私たち着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。私の日々の着姿はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。